南部洋一郎は、日系アメリカ人の理論物理学者。シカゴ大学名誉教授、大阪市立大学名誉教授、特別栄誉教授、大阪大学特別栄誉教授、立命館アジア太平洋大学アカデミック、アドバイザー。専門は素粒子理論。理学博士、日本の福井県福井市出身。自宅が大阪府豊中市にあり、シカゴに在住していた。 1970年に日本からアメリカ合衆国へ帰化した。日系アメリカ人の理論物理学者で1952年に渡米、1960年代に量子食理学と自発的対称性の破れの分野において先駆的な研究を行ったほか、原理論の創始者の一人としても知られ、現在の素粒子物理学の基礎をなす様々な領域に多大な貢献をなした。特に、 自発的対象性の破れの発見により、2008年にノーベル物理学賞を受賞した。シカゴ在住だったが、晩年は大阪府豊中市にもある自宅で暮らしていた。日本の東京府東京市にて、福井県出身の父親と福島県出身の母親の間に生まれた。2歳の時、関東大震災に遭遇し、父の実家のある福井県福井市に転居した。 旧制福井中学卒業。父の南部吉郎は立命館中学校の卒業生で福井県内の高校で英語教師を務めていた。吉郎は昭和23年福井県立丸岡高等学校で勤務中に福井震災を経験している。第一高等学校に補欠合を隠し、同校3年の時湯川秀樹の評判に刺激されて、 理論物理学の研究を志し、東京帝国大学に進学した。1943年に家庭を短縮されて2年半で、卒業した後、陸軍の招集を受けて、宝塚市のレーダー研究所に配属された。朝日新聞社、朝日ジャーナル第7巻第41号より1945年終戦後に、東京帝国大学の理学部物理学教室に、食卓で復帰し、 同室の小葉次郎らと共に、朝永信一郎の研究グループに参加し、朝永の方法を吸収しつつ、時々訪れ議論を展開した、竹谷光雄からも影響を受けている。コッペンハーゲン学派の自由な研究を持ち込んだ、西名義雄の下に、朝永はいた。1 9五十年、朝永信一郎の推薦で、早川幸雄、山口義雄、西島和彦、中野忠夫と共に、 大阪市立大学理工学部に理論物理学のグループを立ち上げた。大阪市大での3年間は年長の教授がおらず、学生が少ないため講義の負担も少なかったため、自由を満喫できたと後に語っている。ここでは、米帝コールサルピーター方程式の導出、京中監視の大発生の研究などの成果を挙げた。1952年に再び朝長の推薦を受け、 木下東一郎と共に、プリンストン高等研究所に赴任した。プリンストンでは、強い相互作用の飽和性やスピン機動力の研究を計画していたが、難航した。翌年もプリンストンに席を置きながら、春から秋にかけては、湯川秀樹が残していた資金をもとに、カリフォルニア工科大学で、ガンマ、パイプロダクションの研究を行っている。 1954年にゴールドバーガーの誘いを受けて、シカゴ大学の核物理研究所に着任。同研究所には、小柴雅俊らもいた。シカゴ大では、グリーン関数の表示法を研究したほか、オメガ中間子の存在を提唱している。1970年に、アメリカ合衆国に帰化した。2011年現在、 シカゴ大学物理科学部物理学科及び同学部のエンリコフェルミ研究所において、ハリー・プラット・ジャドソン主君名誉教授、大阪市立大学名誉教授、大阪市立大学特別栄誉教授、大阪大学特別栄誉教授、福井市名誉市民、豊中市名誉市民などの称号を持つ。大阪大学には研究室を持ち、年に幾度も来日して、特別栄誉教授として、 研究を続けていた。晩年、自宅は、米イリノイ州シカゴと大阪府と夜中市にあった。2015年7月5日、急性心筋拘束のため成去満9 4歳没。1960年代に、クオークの持つ自由度としてのカラーチャージの導入、自発的対称性の破れなど、素粒子の強い相互作用において先駆的な研究を行ったほか、 原理論の創始者の一人としても知られる。1970年にハドロンの性質を記述する模型として原理論の提案を行った。しかし、原理論はハドロンの理論としては問題点があることが明らかになった。一方で、ゲージ理論としての量子食理学が確立していった時期でもあり、多くの研究者は原理論から離れていった。原理論はその後、 ジョン・シュワルツらにより、ハドロンではなく、重力を含む統一理論として研究が続けられた。ありがとうございます。